ロザンは中国厚生省急行市南部にある名山。峰ミネ,ミネが作る風景の雄大さ、気絶さ、険しさ、修霊さがイニシエより有名で、京牢奇襲高天下と称えられてきた。ロザン国家風景名称区に指定されているほか、ロザン自然公園として、ユネスコの世界遺産に登録されている。また、ロザン第四期表が地形国家地質公園として、 ジオパークにも指定されており、ユネスコの世界ジオパークネットワークにより認定されている。ザ山の滝ザ山は、長江や洋子浜からも見える鉱山である。東北から西南方向に山並みが伸び、最高峰である関陽峰は海抜1474メートルに達し、山脈全体の面積は282平方キロメートルになる。東は洋子により、南は 東欧閣を望み、西は京急線が走り、北には長井が流れている。ザ山は、四周を断崖絶壁に囲まれ、近づきがたい雰囲気が漂っているが、山頂付近にある、これ一帯には広くて、浅い谷があり、雲や霧が漂い渓流が流れ、風景の美しさで知られる、保養地になっている。ザ山は、幕府山、北大河、鳥鉱山と並ぶ中国次第避暑地とされている。 森林復帰率は76.6%に達し、植生の豊かさでも知られる。ロザンは、古より名称として知られ、東心の田園詩人で、旧校の人、東園名の、飲酒20種その後に、菊を取る通りの下、友禅として、南山を見ると歌われたのをはじめ、李白、白巨依ら多くの詩人に歌われている。また、宗教的な聖山としても古くから名高く、古くは、 五冠の安よ高が重視したことで知られ、中でも、古慶さん笑いの孤児で知られる、東神の絵音が重視した、闘臨寺で有名である、毛沢東ら中国共産党高官も、避暑地である露山に山荘を構えていた。1959年、露山で開かれた中国共産党政治局拡大会議では、国防部長、法徳会が追放されるなど、中国現代史の物体ともなっている。 ロザン風景ロザンズ、チンアマネガロザンは、青い順打開図、州で東南と歌われる、中国東南部随一の名山であり、中国文化史、宗教史、政治史の上でも、独特の地位を占めてきた。また多くの詩人、文学者、画からがロザンを描いており、中国の山水文化の歴史を凝縮したような存在でもある。闘神以来、ロザンを読んだ、鹿児童は4 0種を超える。 4世紀、高層、エオンは、ロザンに、東林寺を建てた。エオンは、ふともと9年の来住以来、一生、山外に出ないと誓いを建てたとされ、そのことにちなんだ、古慶さんは来の説話の舞台もこの山である。また、エオンは、蓮池を作り、その池に生える白蓮にちなんだ、白蓮社と呼ばれる、念仏結社を結成したとされ、中国の浄土教の祖とされている。エオンは、 中国化された仏教の改装者であり、仏教の中国化と中国の仏教化という潮流を作り出した。太平天国の乱で破壊される前、ロザ山は中国第一の仏教の聖地であり、前世紀には全山に寺廟は300以上を数えた。紀元前126年に芝仙がロザ山を登り、ロザ山を式に書いて、以後、無数の文人仏閣がロザ山を訪れるようになった。 その中には、東園名、謝礼雲、李白、白、虚衣、祖食、王安石、皇帝剣、陸友などがいる。彼らは、露山において4000種以上の詩詩を読み、断崖の400箇所以上に真鯛大国を刻み、数え切れないほどの書画作品を生み、露山は、文国史山の画語を受けるようになった。また露山は、中国の山水詩及び、山水画の発祥地ともなった。詩人、 当園名は、ロザ山の麓に住み、障害ザ山を背景にして、創作を行い、監視の世界に、田園史の伝統を残した。南朝時代には、中国の司会小説の初期の名編、ロザ山次女がロザ山を舞台に作られた。東真の画家、古賀氏が創作した、ザ山図は、中国絵画史上でも、山水画の名作中の名作とされる。古賀氏の、伝心説は、 中国絵画の理論上一つの突破を成し遂げたものだが、これは同時代にロザンにた前述の構想、エオンが唱えた形づくしかみ不滅論の影響を受けたものという説もある。当代の詩人、李白はロザンを五度訪れ、ロザンとその周辺でロザン陽気ラ侍五巨州など十四種の鹿を残した。その中の持ちザン幕府は中国古典鹿の天板ともなっている。 詩人、白巨衣は、ロ露ンに、ロ露山騒動というよを築き、ロ露山騒動期を編んだ。壮大の文学家、創職の、第西林壁にある、伏木露ン真面目、ただ縁目ありこの山中の一句は、弁証哲理の満ちた名句として知られる。白緑道書院ロ露ンの白緑道書院は九百四十年に建てられた書院である。元は東港期の上限年間に、李没が隠居して読書した場所だったが、 南東時代に学館が置かれ、ロ山国学となり、南宋の時代に、宋明理学の王や手記が拡充し、中国次第書院の筆頭に挙げられるまでになった。中国の近世の700年間、朱子学が研究される拠点となった。19世紀末、イギリスのキリスト教宣教師、李徳律は、気候の冷量なロ山山上の古霊を、避暑地として開発し、小さな教会も建てた。 この時代の生学当然の潮流を代表する出来事と捉えられている。20世紀初頭には、これには20数カ国から来た、宣教し多数が集まり、キリスト教各宗派の王風の教会堂が立ち並んだ。また、中国でも最大規模の避書地、別荘地がここに形成された。現在では、仏教、道教、イスラム教、カトリック、 プロテスタントなど主要な宗教がロザンに拠点を構えている。ロザン山頂の別荘地帯秘書地となったロザンには中国政界の要人らも別荘を持つようになった。1930年代にはロザンは南京国民政府の夏の首都であった。1937年、小介石はロザンで抗日講話を発表し、日本軍との全面交戦を開始した。 中華人民共和国の成立後、毛沢東らは、露山を3度訪れ、中国共産党中央会議をここで開いた。その中でも1959年の露山会議は、大躍進政策の誤りを指摘する法徳会に対して、会議の場で毛沢東が大批判を繰り広げ、結果失脚に追い込んだことで知られる。露ンは、断層の運動によって誓いが、周囲からせり上がった。 断層地块産地であり、その中に川や谷、湖礁、峰など多様な層房を持つ、中国における第四期の氷河が形成した地形の典型とも評され、この観点からジオパークに指定されている。主砲の関陽峰は、海抜が1474メートルであるが、その周囲には多数の峰がそびえ、その間に、渓谷、断崖絶壁、幕府、 洞窟など複雑な地形が生じている。ロザ山は約2000万年前のヒマラヤ造山運動の過程で断層活動により地界が隆起し、地界産地となった。300万年前から1万年前の第4期氷河時代、ロザ山の上昇の勢いは強く、さらに多くの断裂構造が幾多の峰々を形成した。露山が周囲からせり上がる際、周囲は逆に陥没し、 陽子盆地が形成され、その中に陽子が誕生した。ロザ山の北部は、終極構造が主であり、谷と山脈が列をなす。地顔が生まれている。南部と北西部は、断層が作り出した断崖である。山地の中には、幅の広い広四国と険しく狭い峡谷が形成されており、外周は断球になっている。断層階構造により形成された山体は、気泡霊が多く、 ザ山を多様な峰が連なる群峰構造にしている。ザ山風景ザ山は温暖湿潤気候に属し、モンスーンに強く影響されているため雨量も多い。また、冷涼な産地気候の特徴も鮮明に備えている。成果にも平均温度は16.9度で最高温度は32度になったことがある。超高中華流の暑苦しい亜熱帯気候の中では、稽古な涼しい気候のため、避暑地としても、 有名になった。優れた自然条件のため、露山の植生は豊かで植物が繁茂している。海抜高度が上がるにつれ、地表の水熱状況は垂直分布し、植生も垂直分布している。山麓から山頂にかけて、上緑紅葉樹林から落葉紅葉樹林へと移り変わる姿が見られる。不完全な統計であるが、露山の植物は210か735属。 1720種、あるとされ、温帯、熱帯、亜熱帯など様々な地域の植物が分布する。露山に刻まれた谷や溝、多数の川が流れ、断崖部分で多数の幕府になっている。水流は、過酷の発達を進め山を削っていく。著名な滝には三条泉幕府があり、落差は155メートルに達する。露山の特産品としては、茶が有名で、 霧の多い冷涼な気候が良い茶を育てている。ロザン風景この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。